クライトを使ったペインティングをしていて、でモチーフは大体常に花を描いているんだけれども、夜の星空だったりとか、あと東京の街のネオンだったりとか、そういうものが多分僕にものすごくインスピレーションを与えていて、自分の身の回りにあるものを観察して何かものを作っていくんじゃないかなと。僕がこういつも作ってる作品のバランス感覚とはまた見たこともないものが多分作ってくる人もたくさんいると思うし、そう、逆にそういう僕が全く知らない子供から大人までの人たちが僕っていうツールを使ってどういう表現をしてくるのかにすごく興味がある。